清水寺の根本堂に掲示される、奉納絵馬、天子十遊十助、天保九年る四月、法規国会見軍舎日に住む深田東康之助が、奉納した。天子十勇士は、戦国大名天子氏滅亡後に、天子氏の復興に努めたとされる十人の勇士である。この十人は、天子春久が部下四万人余りの中から選び出した、有力の優れた人物という、 山中鹿之助を筆頭とするが、その構成員は構成を除けば不定であり、時代によっても異なる。また、名前の最後に皆、助がつくことから、天子十有十助とも言う、山中鹿之助構成像、さつきさなえの助天子十有氏は、明治時代に、立川文庫から発刊された、武士道成果山中鹿之助によって、有名になったが、立川文庫の創作ではない。それ以前から、 その存在は知られていた。しかしながら、後世が活躍していた、当時の資料には、天子十勇士の名称は見られない。十勇士の存在がいつ頃から信じられていたか、定かでないが、資料に初めて出てくるのは、遠方5年に発行された、五体兵器である。ただし、十勇士と明記されている人物は、さ月きさな寺本聖子女、王道兵五助、 山中鹿之助高生の4人だけであり、その他の人物が重有史であったかどうかは判断できない。重有史すべての名が資料に出てくるのは、教法2年に刊行された和漢音釈書こと麻子を説用集である。この書は、日常語の用字、語釈、語源などを示した、いわゆる国語辞典のようなものである。そのため、この時代に、甘子重有史という名称が、 一般的に通用するものであったことがわかる。聖徳3年10月、松山藩士であった、前田一の神事宗と、佐々木軍六が、後世の死をあれみ混流した母碑にも、天子十有の文字が刻まれている。明和4年に、湯浅定山が発行した、戦国武将の逸話集、常山治団にも十名の勇士の名が連ねてある。しかし、これら資料は、 後世以外の人物の記載は乏しく、従勇士の面々がどういった性格で、どんな活躍をしたか等を知ることができなかった。従勇士の人物像について、初めて具体的に記述された資料は、文化八年文政四年にかけて刊行された、絵本さらしな像詞である。この書は、後世の母であるさらしな姫と、天子コ従勇士による活躍を描いた物語である。書とにこの話は、 全国的に広まったようであり、この後には、重勇士を題材にした浮世絵の描画や歌舞伎の上演、また重勇士が描かれた絵馬が神社に奉納されるなど、世間一般にこの話が浸透していったことがわかる。明治時代に入ると、さきの絵本さらしな造紙と同じ内容で、表題を天子重従勇士伝とした書が刊行される。明治44年12月、絵本さらしな像紙の内容を、 簡略化し、大衆向けに噛み砕いた文で表した、書、武士道聖火山中鹿之助が、立川文庫より発行されると、天子十有志の名は一躍有名になる。昭和26年には、大百科事典にも掲載された。現在は、広辞苑にもその項目がある。天子十有志の構成員は、山中構成を除けば不定であり、時代によっても異なる。 武功山には,は山中鹿之助に従う一期当選の武者、白、雲、ただしの浪人衆が記載されている。構成員の名前はすべてダジャレじみたものとなっており、その実在性が疑問視されていた。しかし、自ら表した書状を等が現存しており、実在することが確実な人物もいる。また、従有志が活躍していた当時の資料にその名が確認でき、 存在の可能性を否定できない人物もいる。次の三名は、自ら表した、書状等が現存しており、実在することが確実な人物である。山中厚生秋上宗胸の武道、卑劣な現存する当時の書状等では、存在が確認できないが、軍記資料や江戸時代初期の書状等にその名が記載され、実在の可能性がある人物もいる。さつきさなえすけ。 やぶなかけいじょてらもとせいしじょいずつおんなのすけ、ありがとうございます。